それでは続きまして反緊縮の政治と経済学における公共貨幣というタイトルで関西学院大学総合政策学部教授朴春純先生よりご講演をいただきます。朴先生よろしくお願いします。こんにちは、朴春純と申します。今日はですね、反緊縮の政治と経済学における公共貨幣論というタイトルでお話をいたします。まず私の素性を簡単に説明いたしますと、私の専門は実はマクロ経済学とか金融論とかではなくて環境経済学をやってます。主な研究課題が環境税制改革の二重の配当、つまり、環境税を導入すると環境も経済もよくできるという、そういうテーマのお話です。でもう一つが脱原発に関わることですが、福島の事故の後2013年にご覧の脱原発で地元経済とは感じないという本を出しております。2011年に福島第一原発の事故が起きまして、たくさんの人が街に出て声を上げました。民主党政権の下で、菅首相が脱原発を宣言したり、電力自由化が進んで、原発政策やエネルギー政策でも大きな変化の兆しが見えました。しかし残念ながら民主党の支持率は低下の一途をたどっていました。そして2012年の末に解散総選挙によって安倍政権へと交代をしたと。安倍首相はデフレ脱却という公約を果たすべくしまして、日銀総裁を黒田さんに言い換えまして金融緩和を進めたわけです。で、また当初は財政支出も大幅に増やすという約束もしていました。それがですね、すぐに経済状況は変わったんですね。2013年末までに株価が上がった、円安が是正された、失業率は下がって、求人倍率は改善している、 GDP も伸びているというようなことが自民党がそう宣伝できるぐらいに、経済状況は確かに変わったのです。物価上昇率はマイナスだったのがすぐにマイナス圏を脱する、このままいけば近いうちに 2% の目標が達成できるんじゃないかとも思われました。しかしあることが起こりまして、2014年の4月の消費税増税をきっかけにデフレ脱却は頭打ちになりました。でそれを根拠としてアベノミクスは失敗したという人がいますけれども、でも安倍首相の支持率はどうなっているかといいますと、多くの人たちが反対していました秘密保護法とか、安保法、テロ等準備罪とかを押し切ってもですね、森友家計問題が起こっても安倍首相の支持率は落ちそうで落ちない、落ちたと思ったらまた上がるというのを繰り返してきたわけです。そして今年7月の参議院選挙でも与党が改選過半数を獲得ということになりました。最近の8月の初めの NHK の世論調査で支持率を見ますと、青色の与党は 40.1%、 改憲に賛成をしていない赤色の野党は OK しても 13.7% しかありません。これは安倍政権が強いというよりも野党が弱いということなんじゃないかと思います。ではどうすれば野党は強くなれるのか、その鍵が経済政策です。それも反緊縮の経済政策です。
一般の常識では消費税増税は必要だ、財政赤字は良くない、政府がお金を増やすことも良くない、インフレの心配があるからいけないなどと信じられています。これは緊縮思想の影響です。これ根強いです。これに対して反緊縮の経済学では、まずはデフレ脱却が必要だ、こんな時に消費税増税は良くない、財政赤字はむしろ必要だと考えます。こういうご時世、政府はお金を作って支出すべきだ、心配するべきはインフレだけだけれども、インフレを制御する方法はいろいろあるというふうに考えます。こう聞くととんでもないことに聞こえるかもしれませんが、ここに示したような著名な欧米の経済学者の方たちは、今の日本のような状況では反緊縮的な経済政策を取るべきだ、今消費税増税をするのは良くないとおっしゃいます。もっと言えば、安倍首相が政権を取った頃に掲げていた金融緩和や財政支出には概ね賛成だということになります。この人たちは新自由主義者なんでしょうか。違います。ケインズの流れを組む左派リベラルの経済学者ということになります。欧米での政治勢力を左右の軸と緊縮・反緊縮の軸で4つに分けて見てみましょう。伝統的に保守系の政党は右上の緊縮です。左ですね、左派の社会民主党なども今では財政赤字とかインフレを心配する緊縮的な立場が強いと言えます。しかしリーマンショックの後で経済が低迷する中で、各国で緊縮政策が取られた結果、大量の失業、格差と貧困、さまざまな問題が噴出しました。そこで、まず登場したのがヨーロッパでは極右政党ね、アメリカではトランプ大統領となります。で、彼らは新自由主義者ではありません。ナショナリズムを煽って自分の国の国民のために、労働者のために経済に手こ入れをするという政策を取っている、打ち出している。それとほぼ同時期ですが、左側のですね、反緊縮の左派というのが登場してきていまして、アメリカだと民主党のバーニー・サンダース、イギリスだとジェレミー・コービンの労働党、その他反緊縮の左派政党が各国で、支持を集めています。同じような図を日本について書いてみるとこんな感じでしょうか。ちなみに縦の軸は消費税増税への賛否とか、金融緩和への是非、財政、赤字に対する危機意識、そういったもので判断しています。安倍首相の自民党は当初財政支出を公約し、金融緩和を実施し、何度か消費税増税の延期を繰り返していましたので、右の反緊縮と、言えるだろう。それに対する左派リベラルの政党は左上に来ます。そういうわけで日本では左下のスペースがガラ空きだったということになります。そこで私たち2016年に、松尾忠さん、立命館大学の松尾忠さんとか、長浜バイオ大学の西郷隼人さんという方と一緒に、人々の経済政策研究会というのを発足させました。安倍政権に対抗するたび、左派リベラルの政治家の人たちに反緊縮の経済政策を提言するためです。そんな中、松尾忠さんのところに経済学を教えてくださいと言ってこられた政治家が一人いました。それが山本太郎さんです。太郎さんは松尾忠さんの本を読んで、反緊縮の経済政策を自分のものにしようと思ったというわけです。そこで太郎さんの勉強を私たちがサポートさせていただきました。私たちがパワーポイントと脚本を作りましてですね、人を集めて山本太郎さんが講義をするというスタイルで2017年に経済学講座を4回にわたって実施いたしました。この経済学講座によって太郎さんはすごくパワーアップしまして、もう街頭宣伝はいつも人でいっぱい、もう見事なほどに太郎さん、経済の話ばっかりするということでした。で、お二人の候補が当選されて、共同通信の最新の世論調査では支持率が 4.3%、
まあ、共産党と並んだということだそうです。まあ、これからも注目をしていきたいと思っています。先ほどの図で言うと消費税増税を決めました自民党は緊縮の方に上にシフトをしてきたと言えます。それに対して左下のポジションを取ったのが令和新選組と言えるんではないでしょうか。では政治の話はこのぐらいにして反緊縮経済学のお話を進めましょう。改めて要点を言いますと、1、不況期は財政赤字を恐れるな、積極的な、2、積極的な貨幣政策、金融政策を行え、そして3、節度を持って財政ファイナンスを行えということになります。こんなことを言うともう反応は予想できます。財政破綻するじゃないか、円の価値が下がるじゃないか、ハイパーインフレになるじゃないか、そう言われるに違いありません。特にですね、財政破綻の心配というのも広まってまして、これは財務省の宣伝によるところが大きいと思います。財務省が言うには、毎年毎年財政赤字が続いて、赤字国債が出ている、国債はどん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 積み上がって880兆円もの国の借金が、我が国財政を家計に例えたらというあんまりよろしくない例えをされるんですが、給料が30万円しかないお宅なのにローン残高が5379万円だ、この数字ちょっとおかしいんですが、いつかは破産してしまうほど危険だ、だから消費税増税は不可欠だとこう持っていくわけですが、それをですね、財務省記者クラブで新聞各社、テレビ各社の記者にインプットしまして、新聞やテレビも財政赤字を警告するという流れでずっと来ましたけれども、さてここで問題です。財政赤字で日本政府は破産するのでしょうか。その可能性はあると思うか。その可能性は全くないと思われるから、全くですかね。はい、正解は、はい、ほにゃららの主張ではですね、日米などの先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない、どこだこのケチカラのほにゃらら、財務省がおっしゃってます。2002年に海外の格付け機関が日本国債の格付けを下げた時にケチカラが反論したわけですね。そこにですね、書いてあるんです。日米など先進国の自国通貨建ての国債のデフォルトは考えられないと財務省法のページ書いてあるんですね。それでね、本当ですよ、国民には安全な資産として国債を売っていると、個人向け国債の宣伝文句が素晴らしいんです。これですよ、国債には愛がある、それは未来への贈り物ほんまですよ、はい、買うてください、はい。で、なぜ財政破綻はありえないのですか。そう聞かれたら、じゃあどう答えましょうか、私たちが、ね。今年に入って現代貨幣理論 MMT が日本にも入ってきて説明がだいぶ楽になりました。通貨発行権を持つ政府が自国通貨建ての国債で破産するわけがないと、お金を作れば借金返せる、これでしまいなんですね。財政赤字でギリシャみたいに破産するのと聞きましたけれども、これ言われたら通貨発行権がなくなるとギリシャみたいに破産するぞって言い直してください、まあ、こういうふうに言えるわけですね。まあ、こういうことでお金の話を進めたいのですが、次問題です。お金を発行しているのは誰でしょう。1、財務省、2、日本銀行、3、民間銀行など。これね、ここクロートな方が多いんで、これけしからんね、せこいクイズやなと思われると思うんです。実はですね、これね、正解はって言われたら全部正解なんです。ただですね、財務省が硬貨や貨幣を発行する、日本銀行は日銀券、日銀預け金を発行する、これらがマネタリーベースとなる。民間銀行など金融機関は預金通貨と言いましてですね、お金のように使える預金を発行する、作り出しているというわけです。ただしそれぞれの金額が全然違う。マネーストック M3 という指標を見れば、まあ、総額1309兆円のうち現金は99兆円しかありません。大部分は金融機関が作った預金などです。
他方、日本銀行と政府が発行したマネタリーベースは現金の109兆円、日銀預け金の378兆円を合わせて487兆円ということになっている。で、このお金はどうやって生まれるのでしょうか。まずは日本銀行による日銀預け金と日銀券の創造です。日本銀行は民間銀行から国債などを購入したときに日銀預け金を銀行に与える。その民間銀行は日銀預け金を引き落として日本銀行券を入手できる。そしてこの日銀預け金と日銀券の合計額をマネタリーベースということになっているんですが、これが何を意味するのだろうか。それは究極的には政府が赤字を出さないとマネタリーベースは増えないということです。だから今の貨幣制度を国債本位制と言ってもいいのではないかと思います。だとすれば経済が成長してお金が足りなくなったらどうするのでしょうか。いえ、大丈夫です。民間金融機関がお金を作るんですということになっているんです、今のシステムは。これがまあ信用創造なんですが、まあ、具体的には銀行は1億円の貸し付けを行うときに借り手の預金通帳にも1億円と書き込む、すると預金は貨幣として通用していくということです。銀行はお金を持っていなくても債務を負ってくれる借り手がいれば、何もないところから指先からお金を作り出すことができる。これは良いことなんでしょうか。実はこのことが山口先生おっしゃったようにいろいろ大きな問題をもたらしている。まずは金融機関の信用創造が景気変動を助長する。景気がいいときには貸し出しが増えてお金が増える。すると景気がさらに過熱してしまう。景気が悪くなると貸し出しが減って景気が落ち込んでしまう、不況になる。同時に、株や土地のバブル、資産バブルも金融機関の貸し出しがやたらと行われるときに発生します。そしてそのバブルが崩壊したときに企業の倒産などが起こる。職を失ったりして住宅ローンなどの返すのが難しくなった人たちは債務による貧困に陥ります。それだけではありません。何もないところからお金を作って貸して、財産を取り立てることができる。政府からも国債の利子を受け取ることができる。そんな金融機関は巨大な権力を持つようになっています。それは中央銀行をも支配し、政府債務も支配することができる権力です。中央銀行の独立性が必要だ、政府は中央銀行をコントロールすべきでないというようなことがよく言われます。常識となっています。まあ、この点について賛成反対あると思いますけれども、この大きな問題を考える一つのエピソードを紹介させてください。それはドイツのハイパーインフレーションのことです。第一次世界大戦に負けて莫大な賠償を背負ったドイツが石炭が取れるルール地方までフランスに占領されて、闇に闇れず政府が金をすりまくったからハイパーインフレが起こったと言われています。だからこれを教訓に中央銀行の独立性が必要だというようなことも信じられていますが、本当でしょうか。ドイツは1921年の5月に賠償金の支払いを開始しました。その頃のマルク対ドルの交換レートは330対1でした。1923年の1月にフランスがルール地方を占領した頃には 4.9 万対1、その年の12月には 4.2 兆対1となりました。ここで、その間に起こったことに注目してほしいのです。1922年の5月にドイツ帝国銀行の私有化とありますが、これは何を意味しますか。それはこの時までは政府が中央銀行を管理していたのに、この時から中央銀行が銀行家に支配されるようになった。完全な独立性というのはこういう意味です。その5月までのレートは320対2でしたから、政府が支配していた頃は大したインフレは起こっていなかったということです。しかし独立性が与えられた後になって12月までにドルに
に対して9000単位までマルクが急激に安くなりました。インフレが発生したのは中央銀行が独立性を獲得した後なんです。ではなぜハイパーインフレが起こったのでしょうか。ハイパーインフレはドイツ国家の利益にはなりませんよね。でも銀行家の利益にはなるんじゃないでしょうか。ハイパーインフレは通貨投機によって起こったという説があります。これ重要です。私はこんな考え方を教科書で見たことがなかったのですけれども、ここに示した通貨戦争や負債は網といった書物で、知ることになりました。銀行家はマルクの暴落から儲けることができるんです。政情不安の中で金を借りて大量の空売りを行う。安くなったら買い戻す。これを大規模に繰り返す。そのための金を銀行家の息がかかった中央銀行が無制限に供給しました。そしてマルクが紙くずになったら、金や外貨を持っている銀行家はドイツの資産を買い漁ることができるんです。ここから得るべき教訓は、中央銀行に必要なのは独立性よりも民主的統制、シビリアンコントロールだということです。私たちはこう信じさせられてきました。政府は貨幣発行から手を引き、中央銀行は貨幣を増やさず民間の信用創造に任せなさい。しかしそれは間違っています。バブルや経済危機、そしてインフレの原因は債務貨幣システムだからです。マネタリーベースが国債によって生まれる、民間の預金が借金によって生まれる、このシステムが問題です。では解決策は。私は今ある現実としての債務貨幣システムの下で政府の経済運営には3つの路線があると思います。早口で頑張ります。はい。緊縮的現状維持、公共貨幣システム、そして現行制度に基づく反緊縮的な制御、この3つです。今の常識となっているのは明らかに1の緊縮的現状維持です。マスコミもほとんどの政治家も財政学者も、政府が貨幣発行するとハイパーインフレになる、財政赤字で政府が破産する、財政ファイナンスは禁じ手だと言い続けています。これは不況と格差と貧困を永遠のものとする呪いの言葉です。これに代わって公共貨幣システムは中央銀行の廃止、信用創造の廃止、そして政府による貨幣発行が行われる。信用創造の廃止は 100% 準備制度といって、銀行が預かったお金を 100% 保管するようにさせれば可能です。で、私はこれには大賛成、基本的には大賛成なんですが、大きな法改正が必要となりますよね。さらにはそのためには政権獲得が必要ですし、政権を取った後も銀行家との権力闘争というのはあるんじゃないでしょうか。環境税を導入するということもなかなか表にいかない、脱原発もなかなか簡単にはいかないという現実を考えると、強力な金融資本の利益に反する大改革はひょっとしたらそれ以上に難しいことかもしれません。そこで、まずは第3の反緊縮的制度です。これ法改正いりません。国債発行により財政支出を行い、日銀の国債買い入れによって貨幣量をコントロールするということです。日本銀行は一応政府の子会社です。政府が株式の 55% を持っているからです。政府と子会社、日銀のバランスシートを連結決算する考え方を統合政府と言います。この連結決算して日銀が保有する国債を相殺させれば、純負債を圧縮させることができる。しかも負債の側の銀行券と当座預金などを合わせたマネタリーベースは返済しなくても良いものです。債務性のある純負債はわずかになると。で、日銀が国債を買い入れてマネタリーベースに変えれば、統合政府にとっての債務が減るという。実際に安倍政権の下で行われた量的緩和政策では大量の国債が買い上げられ、マネタリーベースは急速に増えてきています。これはどう見ても間接的な財政ファイナンスですね。見方を変えれば形を変えた公共貨幣論と言えるのではないかと思います。で、ここまでやってインフレの兆しも国債暴落の兆しも見えません。このような政策を取りながら長期的に銀行の準備預金を引き上げていくようなことをして、民間の信用創造を制限していくようなことができればいいと思います。で、財政ファイナンスでお金を作ってどう使うか。
まあ、いくつかありますけど、一つはベーシックインカム、もう一つは MMT が言うような雇用保障プログラム、さらには福祉子育て環境のための公共投資、こうやってまあ日本を良い国にしていけると思います。ちょっと最後の話になります。ここで手前味噌な宣伝なんですけども、私どものチームはですね、今年の春に翻訳書黒い箱というのを出しました。この方ギリシャの経済学者で、財務大臣を務めたこともあるバルファニスさんです。黒い箱は彼自身が担当したギリシャ政府と債権団の交渉の暴露本です。通貨発行権を失い財政破綻したギリシャがどんな仕打ちを受けたか、それがヨーロッパの民主主義にどんな悪影響を与えたかが克明に綴られています。そのバルファニスさんは7月のギリシャの総選挙で国会議員に返り咲きました。その少し前にヨーロッパ議会選挙にドイツ選挙区から出馬したこともがありました。その時から打ち出しているのがグリーンニューディール政策です。彼も気候変動問題に強い危機感を持っているわけです。アメリカのオカシオコルテス議員やサンダース議員とも連携しており、コービン党ともイギリスのコービン党とも連携しています。そのイギリス労働党もグリーンニューディール政策を打ち出しています。現在気候変動は急速に進んでいます。気温の変化は肌で感じられますし、世界各地で多くの山火事が発生しています。被害は目に見えています。でこれを止めるために環境税のような手法だけでは不十分だ、国際交渉では進展が遅すぎる、では何が必要か、反緊縮的な経済政策を動員して国債などを大量に発行し、 GDP の少なくとも 5% といった大々的な投資を政府主導で実施するんです。それを社会の底辺の人々の利益につながるような形で実施するんです。こうして再生可能エネルギーをベースとした社会を実現し、この地球の未来を、子どもたちの未来を守る、国債を生かした政府によるニューディールによってそれができるならば、国債は本当の意味で未来への贈り物になることでしょう。未来のための反緊縮というお話、読み終わりでございます。ありがとうございました。